シリーズでお伝えしている SDGs 北海道から未来へ。戦後76年の今年、 SDGs のゴールの一つ平和について考え、戦争体験を語り継ごうと HBC の若手記者6人が自分の親戚や故郷で起きた戦争について考えます。1回目の今日は原爆についてです。被爆者の高齢化が進む中、核兵器の恐ろしさや廃絶について私たちはどのように語り継げばよいのでしょうか。札幌の宮本澄子さん、83歳。76年前の今日、当時住んでいた長崎で被爆しました。7歳でした。橋を渡った時にはこんな感じで、たくさんの人がね、折り重なっていたなっていうのは横目で、で川の中に浮いてる人もいたしね、ブクブクになって、どう思うとかじゃないのね。もう感情っていうものももう何にもなく、もう一生懸命そこを通り越さなきゃっていうね、そういう思いだったんだろうな。宮本さんをはじめ道内に住む被爆者は毎年小学校や道庁などで語り部の活動をしていますが、今新型コロナウイルスの影響で活動が減少しています。昔は被爆者の子供なんかお嫁にはもらわないっていうね、そういう時代もあったことがあるので、だからやはりそれはとっても勇気がいることだっただろうなと。でもね、子供たちのためにもこういうことはやはり絶対にあってはいけないことなのでね、やはり伝えていかなければ、もう誰が伝えていきますか。もう私は広島県に住む祖母にこれまで聞くことがなかった原爆の体験を聞くことにしました。おはよう。私の祖母澤田久美恵、85歳です。原爆が投下された日は広島市から40キロ離れた竹原市の自宅にいました。被害を受けてるわけだから、黙祷。爆心地から遠かったこともあり、祖母は国が認定する被爆者ではありません。あこら辺へ大きなこうキノコ雲が見えた。だから何年経ってもね、やっぱりこうどういう風景は変わらんけんね。暑い日じゃってあれもね。竹原市では爆発音などは聞こえませんでしたが、山の背丈を超える大きなキノコ雲が見えたといいます。そして祖母も原爆の悲惨な現実を目の当たりにします。祖母が暮らす広島県竹原市、駅の近くの小学校には原爆投下から数日後、被爆したたくさんの人が運ばれてきました。見舞いに来たんよ、大重さんいう人が。あの人がほじゃけ原爆にあって、でここへ運ばれて帰ってきちゃった。背中がもう全部こうね、剥げてずっと皮がむけてね、もうほんま今じゃったら読みんわ。今はね、みんながそういうあれがそうなかったらすぐ先生がちゃんとしてくれてやろう。あの頃はそれがなかった。こう畳一枚分ぐらいへね、こう一人がずっとみんなずっと同じ方向に並んで寝ようちゃった。暑い時じゃあるしね、このやけどのぐつぐつぐつ海が出るじゃろ、そこへ宇治が湧いてね、宇治こうなあれで、それをこうピンセットで取ってね、でガーゼで拭いて言って、ほんま大変なことじゃった思うよ。終戦を迎え、広島に落とされたのは新型の原子爆弾だったことが分かり始めた11月頃、
祖母と一緒に暮らしていた私の高祖父にあたる吉岡信七が祖母にある提案をしました。おじいちゃんがね、こういうことは二度とないことじゃけんね、あんたら二人連れて見せといてやる。9歳だった祖母が見たのは、一面瓦礫で埋まり変わり果てた広島の町と地下道で暮らす人々でした。いやー、まあこれはどうなることか思うたね。何にもないんじゃっけ、木やなんかも何もない。まあここ瓦礫がね、コンクリの瓦礫があるぐらいで、ずっと見渡す限り瓦礫の山じゃった。いろんな遺品じゃ写真じゃ言うて写真もいっぱい見るけど、やっぱりどういう一番初め見た風景は焼き付けついとるね。焼け野原がね、こじゃが今行ってみたやね。もう、まあ、ようここまで立ち上がっちゃったの思うわ。じゃあなんとかしてね、残していきたいよね。みんなにこういうつらい思いがあったんです、いうことはな。祖母の話を聞いたおばは、おばちゃんたち今65でね、戦後生まれだし、そういうのはまあ自分とは、まあ戦争の時ね、語り部なんかそういう人たちがやるべきものとか思ったけど、やっぱりこの年になったら孫とかね、そういう人たちのやっぱり幸せをどうしても願うよね。だったらそういう気持ちが、他人事ではない気持ちがどうしても芽生えてくるね、うん、おじは中学の教員としておよそ40年にわたって平和教育をしてきました。かつては被爆した教員が体験を話すこともありましたが、戦後76年が経ち、大きな変化を感じています。どんどん形ばっかりを追いかけていくような形になっていって、まあ、また今年も8月になるし、平和学習だね、みたいな感じだね。ただそれをルーティンの中でこなしていくみたいな感じになってきてたような最後はね。本当はそうじゃなくって、毎年毎年が初めての経験体験になっていかないけのだしね、そういう気持ちをこう新たにしていくような何か取り組みがこれからいるのかな。被爆者の平均年齢は84歳。この1年でおよそ1万人が亡くなりました。原爆を語り継ぐのは被爆者以外でもできるはず。核兵器は未だ世界からなくならない中、広島、長崎以外に住む私たちに何ができるのか。バトンは今渡されようとしています。